写真拡大。2019年の幕が開け、早くも2週間が経過した。プロ野球界は各地で選手たちが行っている自主トレの模様が話題となり、ファンも2月1日のキャンプインが待ちきれなくなっているのではないだろうか。1月も半ばとなり、シーズンに向けて各球団の戦力編成も佳境に入っている。新戦力や新助っ人の加入が続々と発表となり、チームの編成も固まってきた。キャンプインを2週間後に控えたタイミングで、現状で12球団の基本オーダーを予想してみよう。今回は昨季パ・リーグ最下位に沈み、平石洋介監督の下で再出発を図る楽天だ。1、中、田中和樹に、U、茂木栄五郎さん。2、浅村栄と4、右、ブラッシュ5、左、東内弘明6、3、ビーラー7、1、内田康人8、指、銀次9、ほ、島木博士、このオフ、西井和久 GM の下で積極的な補強に動いた楽天。FA で浅村栄、都内野手を獲得し、エンゼルスから大砲のブラッシュを獲得。トレードで巨人から橋本東賀野手も加入し、投手でもブセニッツと福井優也を加えた。血の入れ替えを図った楽天。打線は1番に昨季新人王に輝いた田中が入り、2番には茂木が入る形が基本経過。あまりプレッシャーのない7番あたりで打たせたい。8番に銀次を入れたが、ここには今江や橋本、岡島、ドラフト1位の辰巳らと様々な起用プランが考えられる。ビーラを DH にし、今江を3塁に置いたり、ブラッシュを DH で起用して橋本や辰巳らを外野に回すことも可能だ。ブラッシュがどれほどの働きを見せられるかにもよるが、浅村が加わったこの打順はなかなかに破壊力がありそう。1、2番の2人がどれだけ出塁して中軸に回せるかも重要になるだろう。正式に監督に就任した平石監督のもと、楽天はどういった戦いを見せてくれるだろうか。フルカウント編集部。